ウィリアム・プレイ・フェアは、イギリスのエンジニア、政治経済学者である。スコットランド生まれ。首長にザ・コマーシャル・アンド・ポリティカル・アトラスと、スタティスティカル・ブレビリーがある。コマーシャル・アンド・ポリティカル・アトラスに掲載された、貿易収支の時系列チャート統計グラフの発明ものとして様々なインフォグラフィックを発明している。1786年の著書で、 れ線グラフと面グラフ、棒グラフを1801年の著書で円グラフを初めて掲載した。スコットランドダンディ近くの便備で生まれた。父親はスコットランド国教会の牧師で兄に建築家のジェームズ・プレイフェアと数学者、地質学者のジョン・プレイフェアがいる。ジェームズの子、ウィリアム・ヘンリー・プレイフェアも有名な建築家である。13歳の時に父親が亡くなり、 その後はジョンが家族の面倒やウィリアムの教育を見た。脱穀機の発明者であるアンドリュー・メイクルの徒弟になった後、1777年にはバーミンガムの双方にある蒸気機関製造工場のボール・トム・アンド・ワットでジェームズ・ワットの製図貢献パーソナルアシスタントになった。プレーフェアは数多くの職業を経験しており、作家、エンジニア、製図工、会計士、 発明家、銀細工職人、商人、投資ブローカー、エコノミスト、統計学者、パンフレット作成者、翻訳者、広報担当者、土地投機家、その他に詐欺強括容疑の犯罪者になったこともある。1782年に、ワットの会社を辞めて、ロンドンで銀細工の商売を始めたが、失敗に終わった。1787年に、パリに移住し、 二年後にはバスティーユ襲撃に参加した。フランス革命後、オハイオ川流域の採用トランドのフランス人、開拓者への売却において役割を果たした。1793年にロンドンに戻り銀行業を始めたが、これもうまくいかなかった。1790年代は、作家及びパンフレット作成者やエンジニアとして働いた。また、フランスの出来事について、 イギリス政府に知らせ、フランス政府を倒すための様々な秘密の作戦を提案する諜報員としても活動した。2001年にイアン・スペンスとハワード・ワイナーは、プレイフェアをエンジニア、政治経済学者、そして悪党と表現し、エミネント・スコツマンは彼を独創的な職人であり、雑文化と呼んでいる。2018年にブルース・ディーバーコウィッツは誰もが、 これまでに想像した中で最も複雑な隠密作戦を引き受けた野心的、大胆、そしてひどく不完全なイギリス愛国者として、プレイフェアの詳細な肖像を表した。プレイフェアの諸女作を発表する20年前にあたる1765年、ジョゼフ・ブリーストリーが初の時系列チャートを作成し、 個々のバーを使って一人の寿命を視覚化することで全体が複数の人の寿命を比較することに利用できた。ジェームス・ R ・ベニガート・ロビンによるとプリーストリーのタイムラインは商業的成功と流行を明らかにし、そして何十回もの改良を経たという。これらのタイムラインは1786年に発表されたプレイフェアのコマーシャルポリティカルアトラスに 初めて登場した棒グラフの発明に大きな影響を与えた。ベニガーとロビンによると、プレイフェアはデータの欠如によって本発明に借り立てられた。何年にもわたり様々な国からの輸出入に関する一連の34の資料を集め、それらを折れ線グラフ、または表面図として表した折れ線グラフは横座標と関数の間で陰影をつけたり色をつけられたりした。 スコットランドに必要なデータが不足していたので、彼は1年間の貿易データを17の取引相手に1つずつ、一連の34本のバーとしてグラフ化した。この棒グラフでは、1781年のスコットランドの17カ国との間の輸出入が表されている。この棒グラフは、プリーストリーのタイムラインのように座標や図表のように空間的にも、 時間的にもデータを特定しない最初の定量的グラフ形式であり、理算定量的比較の問題に対する純粋な解決策である。データを一連のバーとして表現するというアイデアは14世紀に弱バスでソンクとマルティーヌによって発表され、ニコル・オレームに帰属する。オレームはバーを利用して連続的に変化する時間に対する速度のグラフを作成した。 プレイフェアのバーの利用は、離散測定の表を作成するためだった。スタティスティカル・ブレビリーに掲載された円グラフ。1789年以前のオスマン帝国の地域別の面積比を表している。プレイフェアは、図表はデータの表よりも優れていると主張しており、折れ線や棒グラフ、面グラフ、そして円グラフの発明で高く評価されている。時系列プロットは、 明確さのモデルとして表現される。1786年にロンドンでザコマーシャルポリティカルアトラスを発表した。これは43の時系列プロットと一つの棒グラフを含んでおり、これは統計グラフを含む彼の最初の主要な功績とされている。1801年にロンドンで発表されたスタティスティカルブレビリーには、 世界初の円グラフとして一般に認められているものが含まれている。1793年、諜報員として、プレイフェアは戦時中に国務長官になるイギリス内務大臣のヘンリー・ダンダスに秘密計画を提案した。その一つとして、1億アッシニアを作成してフランスに広めることを提案した。国力は人と金から測ることができるので、血を流す戦いよりも、 偽造通貨をばらまく方がより悪質な方法だと考えたのである。ノーサンバーランドにあるホート屯城でアッシニアを偽造し、綿密な計画に従ってそれらを配布した。計画はうまくいき、1795年までにアッシニアの価値はなくなり、その後の混乱はフランス政府を弱体化させた。プレイフェアはその作戦について誰かに話すことはなかった。 ありがとうございます。